マスタニ湖は、福井県南城郡南越前町、一級河川、九頭竜川、水系マスヤ川に建設されたダムである。マスヤ川及び、合流先である日野川の治水、福井市、鯖江市などへの利水を目的とした、多目的ダムで、高さ100.4メートルのロックフィルダムである。農林水産省北陸農政局が、国営日野川用水農業水利事業の、 中心事業として建設した農林水産省直轄ダムであったが目的に洪水調節が加わったことにより福井県が事業に参加完成後は福井県が管理するダムによって形成された人造湖は河川名と地名からマスに湖と命名されたが日野川からも導水して貯水を行っている日野川は マナ川と並ぶクズリ川の主要支線であり、古代より、流域は、国草地帯として、利水事業が行われていた。代表的なものが、関ヶ花用水で、福井藩初大藩主、結城秀康の重臣である、本田富忠が開作に携わり、流域の考えに寄与した。現在では、県営農業水理事業に加え、 農林水産省北陸農政局が手掛ける国営日野川用水農業水理事業が施行されており、その根幹施設としてマスヤダムが計画された。一方日野川はたびたび氾濫を繰り返し、引き包みや春節等で対応していたが限界があった。そこで福井県は1961年の第二、室戸台風による水害を契機に国土総合開発法に基づいて、 マナ川総合開発事業に続く河川、総合開発事業として、日野川総合開発事業に着手。その一環として日野川本川に、洪水調節、不特定自水、工業用水、発電を目的とした、補助多目的ダム、荒野ダムを1975年に建設した。だが、その後福井市などをはじめとする、沿岸地域の人口増加や工業団地の進出、 等もあって、水需要が急増した。こうしたことから、福井県は、マスヤダム計画に参入し、日野川総合開発事業と、国営日野川用水農業水利事業の共同事業として建設されることになった。1981年より、建設事業が開始され、2005年に竣工した。ダムの形式は、中央土質社水壁型ロックフィルダム。 津津高は100.4メートルで、農林水産省直轄ダムの中では、通りダム、日中ダムに次ぎ津津高が高く、九ず川水系の季節ダムでも、九ずりダム、真名川ダムに次ぐ3番目の高さである。目的は考えの多洪水調節、福井市、越前市、沢井市、南城郡への浄水道、工業用水の供給という多目的ダムである。ダムのあるマスヤ川では、 淡水が十分にできないことから、高野ダム上流の日野川に高さ24.7メートルの重力式、コンクリートダムである日野投資口を建設し、トンネルを通じて日野川の下水をダム湖に導水している。ダムにより形成されたダム湖はマスに湖と命名され、湖畔には休憩場や展望台、ダム本体下流には公園が整備されている。ありがとうございます。